皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、こちらお母さんのメイクポーチなんですけど、こちらを使ってメイクをしてみました。普段とね全然違うコスメを使っているので、どんな感じになったかぜひぜひ見てくれたらなと思います。それではスタート。それではまずこちらの中身から見ていきたいと思います。オープン、デデーン。はい、こんな感じで、まあ私がおすすめしたコスメが結構入ってるから、見覚えのあるものもちらほらあるんですけど、それではやっていきましょう。まず下地、これ私が使ってておすすめして一緒に買ったやつなんだけど、マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース UV。こちらですね。これをね、まあ1円玉ぐらい取って塗りまーす。点置きして伸ばしていきます。これ、色がね、色白さんでも色黒さんでも合うと思います。はい、こんな感じ。そんな色とかはまあ少し明るめになるだけかなって感じなんですけど、結構サラサラになります。次多分これですね。インテグレートのファンデーションになります。インテグレートの化粧品ってさ、このハート、赤いハートのパッケージのもの多くてほんと可愛いんだよね。多分一番暗い色かなと思うんですけど、塗っていきます。うん、程よくなんていうの、毛穴みたいなの隠してくれる感じです。わかるかな、こっちが塗ってなくてこっちが塗ってる方です。程よいカバー力でね、いいと思います。こんな感じ。次なんだろうな、次じゃあ眉毛、眉マスカラだけかな。私のお母さん多分眉マスカラだけだから、このケイトの 3D アイブロウマスカラの BR1 番を塗ります。眉マスカラだけでもまあ大体うまくいく気がする。眉毛さ、左の眉毛がさ生えないとこがあるね。ここだけ生えないんで、こんな感じ。次はシェーディングとかしたいんだけど、シェーディングになるようなカラーのさ、あれがないんだよね。なのでアイシャドウ入れようかな。ケイトのブラウンシェードアイズの NBR3 番、色こんな感じなので、白いの塗るとちょっと私ギャルっぽくなっちゃうので、真ん中のカラーの薄ピンクをまずまぶた全体に塗ってきます。こんな感じ、かわいい。したらここちょっと濃いめのブラウンを取って二重幅ぐらいにのせます。濃いからポンポンポンと乗せてあげて、そしたらこれかな、このキラキラを目の下に塗ります。ちょっと濃いかも、うん、若干濃かったかも。そしたらさっき乗せなかったこの一番明るいカラーをその上に涙袋に塗っていきます。うん、涙袋がボコってなって見えたかなと思います。アイライナーとかマスカラがなくて代わりになるようなものもねないんだよね。なので濃いめのカラー、目尻にだけちょっと足そうかな。ちょっと太いな。まあ、いっか。で、眉マスカラをちょっとまつげに塗りたいと思います。上まつげだけに塗ります。いけるかな？うん、案外いけた。アイメイクこんな感じです。そしたらリップ。リセリシェマットリップラッカー PK881 番。このローズっぽい感じのマットリップを塗ります。マットリップってなんか秋感出てる。いつもつけてるのよりピンク寄りだけど。そしたら最後、チフレのチーク442番ですね。ベンジ寄りのコーラルっぽいカラーを乗せてきまーす。目の下すぐ。あ、結構濃いなこれ。よし、できた。はい、こんな感じで完成しました。ちょっと光で若干飛んじゃってるんですけど、ナチュラルメイクって感じかな。自分が普段使ったことないものだったり、あとは自分が普段ノーズシャドウとかハイライトとか結構ガッツリ入れるタイプなんですけど、そういうのもなかったりで、ちょっといつもとは若干違うんですけど、どうでしょうか。よかったらコメント欄にね書いてくれたらなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。